2012年の民主党選挙の時にステンマと辺野古は切り離すという一度合意もあったかと思うんですが、こういった経緯についてはどのように評価をされてますでしょうか。安倍晋三、これは説得はしておりません。安倍内閣総理大臣、あの民主党政権の時に、ステンマと辺野古を、いや、あの、ちょっとそれ、あの、質問をつくことございませんけど、分からないですよ。
you